3月に中国北京で開幕する冬季パラリンピック、クロスカントリースキーで日本代表に内定しているのが岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手41歳です。北海道での練習を公開しました。北海道旭川市、この日の気温はマイナス2度です。雪が深く降り積もる練習場で選手たちは調整を続けています。新田佳浩のほかパラノルディックスキー日本チームの選手4人が練習を公開しました。新田は1998年の長野大会から6大会連続でパラリンピックに出場し、これまでに3つの金メダルを獲得しているまさにレジェンドです。この日はスピードを強化するため500メートルのランを8本こなしました。練習後のインタビューではふるさと岡山への思いも語りました。西粟倉に育ってなければ多分雪を見ることもこう雪のスポーツをやることも多分なかったと思うんですよね。でそう考えたらその岡山県の本当にこう田舎に育ったからこそこのパラの世界がつながったとも思いますし、僕の滑りを見て頑張ってるねっていうふうに思ってくれたりとか、もう自分自身も頑張らないといけないなっていうふうに思う、そういった滑りが北京でできればいいかなというふうに思っています。開幕まであと1ヶ月半、新田は7度目の大舞台、さらなる高みを目指します。